皆さんこんにちは。ゴミ人間と申す者です。今回はですね、僕が愛してやまないポケモン実況者のあゆみんさんがですね、こちらのねウケループのレンタルパーティーの方をですね公開してくれていたので、今回はこちらのあゆみんさんのレンタルパーティーを使ってランクバトルの方をやっていきたいと思います。対戦相手のベリリウムさん、よろしくお願いいたします。これだいぶガラルヤドキング刺さってますね。初手ガラキン、いや大ニューラちょっとやだな。大ニューラ対策にでもアーマーガー持ってくのはさすがにやりすぎだと思うんで、これでまあラス1はランドロスでいいかな。まあドヒドイデでね、あの毒ビシを先に巻いてもいいんですけど、まあ相手のねパーティーにゲンガーとか大ニューラみたいなちょっと毒ビシを回収できるポケモンがねいたんで、ちょっと今回はドヒドイデじゃなくて、ランドロス、今回こだわりハチマキを持ったランドロスなんでね、これでちょっと、てか相手のトレーナーカード怖ー、びっくりした今、ちょっと汗かくわ、ちょっとやめてくれよ。はい、対戦よろしくお願いします。あ、ユーラオスから来ました。これはまあ一旦引きますかね。今回ですね、受けループのパーティーになるんですけど、今回こちらのね、新たにポケモンホームで新解禁されたこちらのガラルヤドキングが HD 特化の、突撃直球を持たした、特集系で、こっちのヘイラッシャーがですね、前シーズンから結構環境に多かった物流系のヘイラッシャーとなっています。まあ、基本的にあのこだわりハチマキとかではない限りウーラオスの攻撃はね、ヘイラッシャーで受け切ることができるんで、一旦ここは引いていきたいと思います。まあ、まだね、そこまで環境が回ってないんで、さすがにね、うん、ハチマキ持ちではないですね。基本的に今の環境のウーラオスはね、あの、パンチグローブが主流みたいなんで、はい。まあ、ある程度安定してね、ヘイラッシャーで受けていくことができるんじゃないかと思います。はい。いい耐久ですね、ヘイラッシャー。それにしても、相手のウーラオスちょっと軽く低いっすね。初手のウーラオスなんで、何持ってるんだろう。まあ、わかんないですけど、まあ、結構相手の裏に、ここですね。相手の、あの、交換に合わせて交代読み交換してもいいんですけど、結構相手の裏に、氷技が一貫してるんで、一回雪灘打ちます。突っ張ってきた。マジ？裏を突っ張はやりすぎじゃない？いや、さすがに無理でしょ。いや、なんか水テラス切って、でも無理だし、なんか突っ張るならせめて水テラス切るべきだと思うけどな。はい。ちょっと相手がなんか突っ張ってくる姿勢見せてくるんで、どうしようかな。ここ、相手視点も、でも雪なだれ打ったんで、こうランドロスとか、結構相手の裏、氷技が一貫してるんで、引きにくいと思うんですよ。で、相手ここ突っ張ってくる読み、一旦地割り打ちます。はい、突っ張ってきた。え、なんだ、そんな重いんか、ヘイラッシャー。まあ、普通に一回サザンドラとかに引けばいいと思うけどな。ちょっと、あんまり何考えてるかわかんないっすね。当てろ。まあ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 。まあでもこれはね、あれですね。試行回数結構稼げてたと思うんで、まあこれはちょっと別に運じゃないと思います。はい。まあ、これ別にあんま変わってなかったと思う。別に一発当てても。うん。この一撃必殺技の命中は、まあ、正直勝敗にそこまで影響しないと思います。はい。めちゃくちゃ言い訳しております。まあこのね、今回レンタルパーティーを借りさせていただいてるあゆみんさんなんですけどね、最近なんかチルアウトっていう、なんかエナジードリンクみたいなやつの、なんか会社が、スポンサーについたりだとか、ここ最近ね、31歳のね、誕生日をめでたく迎えられたりとかしてて、ちょっと僕もね、まあ、あゆみんさんをちょっと祝いたい気持ちでね、今回このパーティー使っていきたいと思います。大ニューラか。これもう強引にさ、あれじゃない？あ、猫騙しか。ノーマルジュエル猫騙しね。あー、なるほどね。はいはい、軽技発動させるやつね。オッケーオッケー。守ればよかったな。ちょっと爪研ぎとかで、詰まれるの嫌だなと思って守らなかったんですけど、まあ、いいか。フェイタルクローだ。じゃ、さすがに突破できない。と思うけどね。まひらされたけど。まあ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 。こんくらいはね、はい。まあ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 、全然大丈夫でしょう。
まあ、大乳裏側もね、多分毒状態、にできればワンチャン突破できたかもしれないんですけど、今回ヘイラスター残飯持ってるん、まあ、残飯持ってるんで、まあ、残飯の回復量と合わせて、まあ、さすがにこれは、まあ、突破されることないと思いますね。で、あんまりにも HP 削られすぎたら眠れ押せばいいんで、ここはまだ突っ張ってっていいと思う。おい、吸収やろ、これ。おい！てか、なんか今のフェイタルクローダメージ多ない？ちょっと待って。待って。これ次痺れたらやばいぞ。待って。やりすぎやろ。4連麻痺は64分の1の確率やぞ。やりすぎ。行こう！やりすぎやろこいつ、やば。ちょ、まあ、別にいいけどさ、別に裏のランドロスってこいつ処理できるからいいけど、でやりすぎやろこいつ、ちょっとふざけんな、ちょ、マジで運ゲーやんこいつ。いや、なんか大ニューラ使いマジで運ゲーよな。まあ、でここでランドロス出して相手のラス1が誰かを見極めたいですね。なんかな、ヘイラッシャーに対して、大ニューラから出てきた時点で、多分、ゲンガーと羽ばたく神いないんですよ。って考えると、おそらく相手の裏ランドロスで、ランドロスだったらここ引いてくると思うんで、ランドロス読み、飛行テラバーストぶっ放します。なんで引かへんねん。引いてくれ。待って、大ニューラって氷技覚える？覚えるっけ？ごめん、ちょっとわからん。覚えるんこの人。待って、なんで突っ張ってきたの？ちょ、やりすぎやってそれ。いや、やりすぎやってマジで。はぁ、犯罪者やろこいつ。いや、なんで引けよ。意味わからん、ガチで。はい、一発ナイス。まあ、今回ランドロスね、こだわり鉢巻きでプラス飛行ジェラス切ってね、もう威力がとんでもないことになってるんで、まあ、大ニューラ程度のね、耐久力では耐えられませんね。で、ラス1羽ばたく神。え？ちょっとわからん。なんで羽ばたく神から入ってこんかったん？え？普通にヘイラスタタイミング羽ばたく神からよかったよな。いや、これま、勝ちだ。どうしようかな。ランドロスが無限痺れ編に突入して、相手の羽ばたく神が無限に瞑想を積まれた時が負け筋なんですよね。どうするこれ。負け筋 100% 消すなら、そうだな。無限痺れケアするんだったら、ここガラルヤドキング引きですね。ここ何打ってくるかだな。あー、普通にムンホス、オッケー。一番安いやつ来ましたね。オッケー。で、ここは、テラス切っちゃったからな。ブーエナ型なんで、多分若干耐久に回してるんですよ。で、耐久に回してる羽ばたく神の場合、サイコショックでこれ乱数2発なんで、まあいい乱数引けたらこうショックで押せるんですけどってところですね。あ、シャドーボール。はい。OK。いや、この耐久ですよ。羽ばたく神レベルのね、タイプ1シャドーボールも、この耐久めちゃくちゃやばない。そしてこの火力ですよ。ガラルヤブトキング素晴らしい。やっぱこいつね、耐久があるだけじゃなくて、最低限ね、火力もあるし、こうやってサイコショックとか、アシッドムーンヘドロ爆弾みたいな技をタイプ1で出せるんでね、最低限の火力は担保されてるんで、こう身代わり打ってくるような相手のね、積みポケモンに対しても、あんまり隙見せないし、まあ、今回はね、お見せする機会なかったんですけど、まあ、再生力でね、サイクル戦にも強いんで、マジでこいつ偉いです。これもショックで押して勝ちですね。いや、間に合わんと思うけどな、さすがに。ショック。はい、いや、素晴らしい。いや、今回はね、いい感じにヘイラッシャーとね、ガラルヤドキング活躍してくれましたね。まあ、ちょっと、三連しびれとかした時、どうなるかと思いましたけど、なんとか勝つことができました。ということで、ベリリウムさん、対戦ありがとうございました。